さあ来い、フレデリカ。うわあ、いきなり来たー、かわいっす。ちょっと待って、エムリーかわいすぎる。ちょっと待って、フレちゃん、いや分かってたんだよ、分かってたんだけれど、シキニャンの5周目がまだ来ていないにもかかわらず、先に6周目をもらっちゃうのか、フレちゃん。いやー、感無量すぎる。そしてイブちゃん、なんで限定3回連続なの。あ、どうもこんにちは、バサトです。ということで、笑顔弾ける灼熱の夏へ、ヨーソローガシャ来てしまった。いやー、シルエットが公式で発表された時にね、明らかにフレちゃんだと、フレちゃんでしかないという予感がプンプンピンピンビンビンにしていたんですけれども、まさかね、今月のノワールにシキニャンが控えていそうなこのタイミングでフレちゃんの6周目を出してくる、これはレイジーレイジー公明担当である僕に対しての運営からのかなりの攻撃的メッセージ。しかし受けて立ちましょう。全力で僕はこの運営からのメッセージに胸を張って立ち向かっていく所存。フレちゃん、ルガールエスティバル、宮本フレデリカ、キュートユニゾン、ユニゾンもらったか、フレちゃん。嬉しいな、フレちゃんにユニゾンくれるの嬉しすぎる。ありがとう、素晴らしい、ありがとうございます、本当にありがとう。いや本当にありがとう、可愛すぎる。イブちゃん、こちらはイブちゃん、イブちゃんプリンセスなんだ、オルタネイトなのか。でもこれイブちゃん P は大変だ、なんで限定がね3種類なんだ、だったらボイスをつけてあげてくれマジで。続いて B ドロのサイカ、はじめちゃん、あ、はじめちゃんもユニゾンなんだね、いやー強い。そして C サイドキャット、前川みくにゃん。いやー、かわいすぎる。まさか水着ガシャとは、そんでね、これ、僕が危惧していたことを水着ガシャにフレちゃんが来る上で、もし、下品な、なんか露出度が変に高い水着を着させられたら、どないしましょうと思っていたんですけれども、見てください。これね、僕ね、お迎えしてからモデルはしっかり見たいので、まだ今は見ないんですが、どう考えても、かわいいおしゃれ水着。どう考えても下品でもエッチくもない、本当に可愛さ、フレちゃんらしい水着を着てくれている、これにまず最上級の喜びを表したい。土下座しています、今。よし、顔上げよう。さあ、そしてカラマバケーションサンタクロース、いや、なんだろうね、夏とサンタクロースって全く合わなさそうなのに、ちゃんとサンタクロースっぽいモチーフの水着になってるよね。これはすごい。衣装のセンスが、クリスマスとかもそうだったけど、素晴らしい分、やっぱりね、工場 SSR、4周目こそは工場 SSR を、イブちゃん P のためにも上げてくれると嬉しい。そして、B ドロの最下、はじめちゃん。いや、でも今年はあれだね、露出度控えめの、おとなしい、可愛い水着が多いね。これは女性 P もにっこりなのではないでしょうか。ミクニャンはね、まあ、ミクニャンはこれでいいからね。まあ、ミクニャンはこれでいい。全く何の問題もない。さあ、ということで、可愛すぎる水着を、フレちゃんにくれたことに対しての感謝を込めて、出るまで回していきます。天井覚悟。もう本気で出るまで回していく。感謝してお迎えしていく。いやー、嬉しいな。まずは納税から、引いていこう。まあまあまあ、これでは出ない。これで出るなんてはずがない。宮本フレデリクは小悪魔なので、300連まで彼女は来ません。そして、もう300連まで回すのは僕の中で確定的なことで、彼女が来るまでの間に、一体何人 SSR をお迎えできるのか。まあ、フレちゃんをお迎えできるまでの間にお迎えすることができる SSR っていうのは全て無料なので、無料で弾けたようなものなのでね。そこにも感謝して、早速、楽しんで弾いていきたいと思います！ 10 連目！いや、おお、いきなりロード、まあまあ幸先はいいね。まあでもこれがフルちゃんっていうことはないよね。青い風はそうだね、吹き抜けないね。そうだね、そうだね、そうだね。ミクヤンだね、そうだね。まあオッケーオッケーオッケー。なんだ、浮き輪か、びっくりしちゃった。かわいすぎる今の。びっくりした。
るし、ついあっちこっち行きたくなっちゃうけど、でも目移りしてダメ。ほらほら、今ミクといっぱい遊んでほしいにゃ。プルちゃんをお迎えしに行くのはおそらく夕方になる。つまり今ミクニャンとここでパシャパシャ遊んでいることは、時間を効率的に使うという意味で決してやましいことでもなんでもない。よし、遊びましょう。よし、とりあえず割引ジュエルを購入してきた。これで暴れていく、20連目から。まあ、でもね、そんな簡単には来てくれない。本当に、まあ、天井を本当に覚悟している。フレちゃんはね、いや、今までもね、そうそう来てないんだよ。フレちゃんは本当にね、まあ、フェスのフレちゃんは結構早く来てくれたけど、まあ、今までのことを考えたら、まあ、200何十連で来るか、もしくは天井か。まあ、それが妥当なところ。しかもね、限定も3枚ピックアップだからね。3枚ピックアップっていうことは、やっぱ1人単体で狙う場合っていうのはね、それはなかなか引けなくなるっていうのは、3人ピックアップだとやっぱね、実装されるアイドルの数は増えるんだけれど、やっぱね、1人狙いの場合はかなり厳しくなるっていうのは、もうね、デレセの常識となっている。そして SSR がちょっと出ないね。相当出ないね。まあでもね、やっぱりみんなフレちゃんの可愛さに夢中になって、フレちゃんのところに集まってみんな遊んでるんだと思う。だからみんながフレちゃんのところで集まってる以上は、まあ、どの SSR が来なくてもしょうがないかなと言っていたら、一人来てくれたね。いや、フレちゃんが言ってくれたんだと思う。行っといでって、プロデューサー寂しがってるから、ちょっと行って安心させてあげてって。ありがとうフレちゃん。さあ誰だ。お、キリのあやちゃん持ってなくない？いや、持ってないわ絶対。いやー、ありがとうあやちゃん、嬉しすぎる。いや、ここでいきなり持ってない SSR のあやちゃんを打ち抜けるということ、感謝だ、ありがとう。うおー、おい、今飲みてたかプロデューサー、すげーパンチだったよな。くー、ぶつかり合う血と汗のプライド、熱い熱いぜ。でもリング上の熱気にも負けないぐらい、君が出している熱気も熱いんだぜ。いやー、いいテンションになれた、いいテンションになれたところで、続いての10連回していく。いやー、ちょっとね、気持ちが晴れやかなものがちょっとできたね。まあ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 、新規 SSR をお迎えした後に SSR をまだ引きたいなんて、ちょっとね、傲慢じゃないかと、傲慢じゃあれやせんかと、そういうところ、僕はもう傲慢でいい。また一人、ありがとうフレちゃん、もう一人行ってあげてって言ってくれたんだね。誰ですか。おお、ちょっと待って、ヤオフェイフェイ持ってない。うわー、ちょっと待って、やばい、 SSR の引きが強すぎます。ありがとうフェイフェイ、ちんちゃんおちんちん、お久しぶりですよ。うんうん、にお迎えに来るとね、思い出の中のちっちゃなフェイフェイたちが出迎えてくれてる気がするの。みんなにあなたのこと紹介したいな。いやー、でこんなことやっていいんですか。本当に新規2枚ですよ。もう見てもらったわけど、僕バカず9万7000なんですよ。新規 SSR を引けること自体かなり確率が低くなってきているのに、2枚連続、これはすごい、完璧なるフレちゃんパワー、ありがとうフレちゃん。次の課金行こう。まあ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 、やっぱり SSR を射抜いた直後っていうのは SSR が来ないんだよねって言おうとしたんだけど、そうだったね。僕はデータ更新をしているから、工場ではデータダウンロードが入らないんだよね。そして2枚連続なんだよね。もうね、これは確定なんだよね。ありがとう、フルちゃん。まあ、次はさすがにダブリだと思う。誰だ、うずきー、ありがとう、ピンクチェックスクールうずきー、かわいすぎる、マジでこの髪の毛ドライヤーでなびいてんの素晴らしすぎる。ドライヤーと髪の毛の間の空気になりたい。いやー、ちょっと大興奮してしまった。ここでピンクチェックスクールうずきはテンションが上がらざるを得ない。さあ、そしては次の10連頼むフレちゃん。いやー、まあ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 、これね、フレちゃんの天井までに理想は、天井までフレちゃんが来ないのだと仮定するならば、天井までにピックアップ他2人をお迎えすることができれば、ピックアップコンプリートになるのでね、ちょっとそこはちょっと狙っていきたいところ。うわー、データダウンロード中。来たかー。
フレちゃんの可能性もあるよ。刺繍、さあ誰ですか。一番後ろにいるね。ちょっとこれゆっくり見ていこうか。ふう、もしかしたらね、持ってない SR が来ることによってそこでロードを使ってる可能性もあるから、ちょっとそこの可能性をちょっとね、自分の目でこの眼でしかと見届けてから、あの SSR が何かっていうのをちょっとね見たいなっていう気持ちがあるよね。東郷愛さん、これは持ってルネ、持ってる。オッケー。そして続いてこのトウコさんも持ってるね。持ってる。大丈夫。持ってる。ちょっと待って、ワクワクが止まらなくなってきたんですけれど、イブちゃん、このイブちゃん持ってるもんね。っていうことは次は持ってない SSR だ。いやー、フレちゃんの可能性すら十二分にある。誰だ、頼む、来てください、お願いします。うわー、水木セイラさんだー。2周目の方ありがとうございます。やーばい、 SSR 4分の3持ってないの引いてる。ここで決め、ふーって、プロデューサーさん、あー、ここで練習してるのを秘密にしたかったんだけど、バレたならしょうがないか。ねえ、私のダンス見ていってよ。フレちゃんをお迎えするのは多分朝までかかるだろうから、ここでセイラさんのステージを見ていくことは、そうだね、寄り道にはならないな。よし、朝まで見ていきます。いや、ちょっと SSR の引きが順調すぎる、マジで。111連 SSR3 枚抜き持ってないの、いや、ほんと素晴らしい。これもフレちゃんパワー。120連目の挑戦、いこう。おお、またロード、ちょっと待ってくれ。青い風は吹き抜けてきたね、やっぱり。いやー、嬉しすぎるなこれは。マジで SSR の抜きがすごい。持ってない SSR をどんどん引くことで、バーカズポイントをゴリゴリのゴリに貯めていく。そしてミクニャンが僕をお迎えしてくれて、え、このシゴちゃん持ってなくない？いや、持ってるわ。よかった。持ってる。もう、あの、絵の全体を見た瞬間に持ってるって分かった。さあ、ロードが入ったということは、ここは持ってない SSR である確率が非常に高い。誰なんですかい？ダメ！ワイブサンタクロース！よーし！プレミアムカットで射抜いたー！カラマバケーション！いやー、嬉しい！えい、ふふふ、いいですね、ハワイ。降り注ぐ日差しにのんびりした空気、いるだけでウキウキです。あ、写真ですか？なら掛け声はこれですよね。せーの、アロハー！いやー、かわいすぎる。読み上げが自分なことが見ている人に申し訳ないぐらい。でも僕の脳内ではちゃんとイブサンタクロスの声で読み上げられているので。いや、ほんとにかわいい。そして、フレちゃんが来るまでにピックアップを一人まず射抜くことができました。これは素晴らしすぎる結果。いやー、ほんとに連れてきてくれるね、フレちゃん。4枚連れてきてくれるからね、ミショジ SSR を。ほんとに嬉しい。やっぱりフレちゃんなんだよな。やっぱり宮本フレデリカなんですよ、皆さん。こう、アイドルマスター、シンデレラガールズ、スターライトステージ、僕が最初にこのゲームで苦しいほど好きになったアイドル、全てを捧げてもいいと思えたアイドル、僕が初めて課金したアイドル、全て宮本フレデリカ。ここに全てを込め感謝して回していけるこのガシャ、6周目だからね。リップスで誰より最初に SSR を6周目をもらうフレデリカなんて誰が想像できた。フレちゃんの3周目の時ってリップスで一番遅かったんだよ。もう4周目がそろそろ始まるんじゃないかぐらいのタイミングでやっと SSR をもらえて、まあそのガシャ動画からね、僕は YouTube デビューしたんだけれども、それが6周目ではね、最初にフレちゃんが来てくれたという、いや本当に嬉しい。本当に感謝感激で、本当にね、今フレちゃんをここまでずっと押してこれたこと、担当アイドルとして好きでいられる自分にも胸を張ってあげたい。次の1万円、さあ行こう、フレちゃん、フレちゃんの元へ飛んでいっちゃいたいの。とっとっと飛んでっちゃいたいの、君のところに。飛んでいけないか。いやー、でもまだ早いね。300連まではこう、フレちゃんは来ないっていうのはもう前提的だから、むしろフレちゃんに300連入れるのは確定してる中で、ミショジ SSR を4枚無料でお迎えできたということ、これが本当に素晴らしいことになっている。
っぱりね、フレちゃん以外はもうみんな無料でお迎えしたようなものなので、本当に素晴らしすぎる展開になっている。でもね、早く来てくれてもいいんだよ。なんだかんだ言ってるけど、別に早く来てくれたっていいんだよ、フレちゃん。300連じゃなくたって別にいいんだよね。まあでも300連だよね、分かってるんだ。それはもうね、分かってる。ノワールシキニャンとノワあの限定フレちゃんも両方天井なんだろうと、僕はもうそう言ってるよね。このゲームはもう、いや天井だよって。残念だけど私たちは2人とも天井だよって。だって、だってレイジーレイジーの2人がさ、そんなおとなしくさ来てくれると思う？ほらギリギリまでかくれんぼのスリル楽しんでくるでしょって言っていたら、ロードを挟んだ少し重厚なロード SSR がいてくれるのか。いや、いる、いきなりだ。誰？あー、ちょっと待って、マジで言ってんの？安いもんだよ、腕の一本ぐらい絶対に守り抜く。かわいすぎる。ちょっと待って、来てくれるのかよ、ありがとう。ありがとう。もうなんなの、もう来てくれるのかよ、210連で。ありがとすぎる。ふっふっふ、このクルーザーはフレちゃんがいただいた。ねえねえ、どこ行く？とりあえず屋外逃亡、太陽を追いかけてどこまでも。わあ、ロマンチック。じゃ、鍵ちょうだい。いやー、かわいすぎー。でもフレちゃん操縦できないだろうから鍵はあげられまっち。あ、危なかった。クールモードじゃなくなってしまった。完全にキモータモードになってしまっていた。いやー、ちょっと待って、マジで来てくれんの？300連だと思ってたのに、この90連はノワールのシキニャンに回していいんだね。ありがとう、本当ありがとう、嬉しすぎる。いやー、ちょっとフレちゃん、ちょっとこのフレちゃんプレミアムカットにする。ちょっと待って、俺のフレちゃんのファン人数いくいく万人だ。いやー、くそー、なんか下品になってしまったな。あと400人稼いでおくべきだった。いやー、戦場にいるからしっかり船全体が波に揺れて動いてるね。そして太陽光、キラキラしてる太陽光がフレちゃんを綺麗に映し出してくれている。で、ちゃんとね、飲み物も動いてるし。いやー、かわいすぎる。なんでフレちゃんとこんな状況になってるんだ。だってもうお仕事の感じじゃないもんね。休憩時間なのかな。いや、マジで怪我なく無事陸地に送り届けたいね、フレちゃんを。いやー、圧巻。まあ、フレちゃんはちょっとね、ライブで僕は新アイドルをあげたい派なので、ちょっとね、今は、イベント中なのもあり、特訓前にはなりますが、感無量限定5人フレデリカ艦隊を組むことができ、本当にこんなに嬉しいことはない。さあ、ということで、今回お迎えすることができた新規 SSR5 名で、気まぐれカフェオーレイトを見ていく。いやー、210連で新規 SSR5 枚はなかなか射抜けない。本当に素晴らしい。フレちゃん大勝利、大感謝正義ガチャでした。ありがとう、僕のフレちゃん。光の海にボンボヤージュ、最高。いや、可愛すぎる。ちょっと待って、もう可愛すぎる。いやー、あー、なんだこれ、可愛すぎる、マジで。いやー、スイフのモチーフだ。可愛い。
ありがとう、本当にありがとう、フレちゃん。ダブン、いやーもうインクかわいすぎ。いやーもう何万回見たかわかんないけど、この MV 本当にもうかわいすぎる。衣装が変わるたびに全く違う MV として僕の心に刻み込まれていく。ここ、いやかわいすぎる。かわいい。はい、すいません、ちょっと失礼します。いやかわいい、かわいい、かわいい、かわいい。いやいや小悪魔すぎる。いやもうフレちゃん本当にありがとう。君がいてくれるおかげで僕は死んでる。あんかわいすぎる。本当に君がいてくれるおかげかわいすぎる。ちょっと言わして。こうしてフレちゃんの旅は続くのであった。みかん、一生お供させていただきます。そして君がいてくれるから僕はデレステをずっと続けられてるんだよ。